はい、中1英語ですね。現在進行形というの入ってきまして、1、2、3回目ぐらいになるのかな。はい、B 動詞に ING、ね、この形をとって、何々しているとか、しているところですというね、現在進行形ということでした。それなので、まあ一通りですね、まあ例えば、形をつく、ING の形を作ってみたりとか、否定文、疑問文、それから、まあ日本語和訳等々、まあ前回までやってきたんでね、今日はこの確認テスト的なものでね、ちょっとテスト形式になっているようなものにチャレンジしてみたということでございましたですよね。さあ、そこでだ、まず1番、はい、この括弧の中にありますね、言葉、正しいもの、適切なものを選んでくださいという問題ですね。まあ話題としては進行形ですので、まあ B 動詞に ING の形をとってるっていうところなんだろうけれども、はい、ちょっと実はね、はい、引っかかるところがあるんですと。というようなことで、はい、見てみましょうね。はい、1番いきます。はい、I am。はい、そして speak、speaking、speak。なんか同じだな、これな。あ、これ speak でした。はい、失礼しました。で、speak, speaking, speak. ね、っていうことで、出てきましたですね。で、English now. あ、だからまあなんか話す的な話になってきてるわけだよね。英語を話す。はい、そこで、はい、I am. ということで、B 動詞が出てる。はい、進行形は B 動詞に ING。そう。だから、B 動詞が出てるってことは、ING の、はい、こいつだよね。こいつを選んであげて、I am speaking English now. 私は今、英語を話しています。話しているところです。ね、ということになってきたわけです。続いてはどうだろう ?You, me, and Keiko. そして、am, are, is. はい、そして、singing. そう。singing も ING のね、形来てますから、やはり B 動詞を選んであげて、進行形の形を取ってあげるのがいいでしょう。B 動詞何持ってきます ?am, are, is. ね。はい、雪だったら、Keiko だったら、is かもしれないけれども、はい、ここは、雪と Keiko という、はい、二人いるの。ね、ここで、その、複数と言いますよね。はい、ですので複数形ですので、はい、この後の B 動詞としては「あ」を入れてあげようということになったわけだね。はい、B 動詞としては「あ」を入れてあげて「ユミ and ケイコ are singing a song」ね、ユミとケイコは雪とケイコは、歌を歌っていますということですね。はい、続きます。トーン、そして「not swimming」、やっぱり「swimming」ね、ING の形に来てます。ってことはだよ、まあ、否定文ではありますけれども、やはり B 動詞を持ってくるということになるんだろうね。はい、ですからトムの後ということになります。はい、is not ということで、is を入れてあげたということですね。はい、さらには4番では、is your mother。はい、そして lunch ということですね。はい、疑問文になってます。ということになりますと、まあ、B 動詞が is として前に出てきてるってことは、やっぱり B 動詞の ing という形で、はい、cooking と、ね、いうのを使ってあげれば、いいかなということですね。あなたのお母さんは昼食、お昼ご飯ですね、を、まあ、作っていますか、ね、料理していますか、なんていうような形になりました。そして、they、know、knowing、are knowing、そして、you、me、ありますね。はい、だから知ってるなんていうような感じになるんでしょうか。はい、そこで、they だから、あ、今進行形やってきたな。あ、be 動詞、are me knowing、お、これじゃこれじゃ、ということで選んじゃう。違うんです。というのが、ここでの話題。はい、これはね、まずズバリ答えとしては、この know を入れてあげるんですね。はい、know を入れてあげる。はい。で、じゃあなんでここ進行形じゃなくて、この no、まあ一般動詞としての no じゃなきゃいけないのかということになりますとですね。はい。例えばなんですが、はい。like とか、例えば love ですとか、例えばここの no ですとか、はい。それから want ね。はい。こういったような言葉ですね。はい。あのね、状態とかね、感情というんだね。はい、感情とか、または、はいね、状態を表すね。はい、そんな言葉です。
はい、ね、like とか love とか、ね、感情ですよね。はい、それから want、ね、これも感情か、ね、というようなもの。あとは、例えばじゃあね、live とかもそうだよ、live、ね、はい、状態、住んでいるということだね。で、この know の知っているなんていうのが状態か。はい、こういった言葉は進行形にはね、できないんですよ。それなんで今回は knowing とは使えない。ですので know として一般動詞として使っていくということなんですね。同じ状態を表すような言葉として have っていうのがあるんでね。have っていうのがある。持っているの have。はい。で、持っているという意味もあるけれど、食べるとかっていう意味も have 取れますよね。はい、そうなんです。だから持っているという意味では ing の進行形にはできないんです。でも食べるという意味であるんであれば進行形にはできるんですね。はい、ですから使う意味としてもね、できるできないもあるんだねっていうことでございました。はい、今回 no、ね、これは進行形にはできないというものですのでね、knowing とはしなかったということでした。さあ、そして今日ちょっと出来が悪かったところとして疑問文に対しての答えっていうところなんだね。でここでね、なかなかうまいこといかないっていう場合があったんで、まあ、もう一回ちょっと確認しておきたいなというところですね。はい、そうしますと、はい、疑問文ね、B 動詞を前に出してあげる、主語の前に出してあげることで疑問文っていうのが出来上がるっていうのは、まあ、前回から、まあ、やってきたところですよね。はい、ですから Mike is の is が前に出て Is Mike writing a letter ということで Mike は手紙を書いていますなんていうような、ね、そんな疑問文でした。はい、それに対して Yes の答えを作ってくれということなんですね。はい、そうしますと Yes の後っていうのは疑問文の主語、はい、主語を代名詞で置くんですよね。はい、そのまま例えば主語をマイクだったらマイクと置くんではなくて、例えば男だったら He、 女だったら She とかっていうことで、まあ、置き換えて書いていくわけですよね。はい、するっていうとですよ、じゃあマイクって男なの女なのっていうことで、うわ、それがちょっとわからんぞっていう場合もあったんだけれども、マイクは男なんですね。はい、ですからここで、はい、He ということでね、代名詞を置き換えていきますね。さあ、そして答えとしてはこれもう B動詞の文章なんですよね。ですから B 動詞 This is a pen とかね、 Are you a student? 同じですね。 B 動詞を使って答えましょう。はい、ですから Yes, he、 はい、he に対してのね、 B 動詞としては、はい、Yes が来るわけです。はい、ですから Yes, he is ね、なんていうふうに答えとしては作ってあげた。 Are you using this pencil? ね、あなたはこの鉛筆を使っていますか。はい、No の答えですね。あなたはと聞かれてるから私はと答えてあげる。はい、そこで、はい、No だから、ね、まあ、まず I だからと言った方がいいか。で、B 動詞を使って Am という答え。そして No だから Not をつけてあげて No, I am not なんていう風に書いてあげるというところ。また、括弧の3番では Are the boys watching TV ということですね。はい、イエスの答えですね。はい、ですから、やっぱりです。やっぱりです。はい、主語。ね、主語。今回は the boys です。はい、これを代名詞で置き換えてということなんですね。はい、ボーイだから、うわ、男だなってことで、先ほどの he、うん、書いちゃった人も多かったんですよ。ところがですね、よく見るとですよ、まあ、動詞もね、あーと B 動詞もあーとなってるんだけれども、boys と複数なんですよね。はい、ですから、三人称の複数になりますので、はい、he、彼じゃなくて、彼らと思ってこなくちゃいけない。はい、それのもんだからここで、はい、全員という風に置いていくんだね。はい、このね、全員がね、なかなか置けないんですよね。代名詞置き換えられない。はい、ですからね、この全員で置き換えられますように、ぜひともね、進化してください。はい、そして全員だから、複数だから、B 動詞。ね、まあ、もともとの文もそうだけどね、あを使ってあげるということでございました。はい。ということで、今日はまずそのね、状態とか感情を表す言葉がね、進行形にはしませんよっていうのが新しい話題としてね、紹介されたところではありました。それから、まあ、答え方というところなんだけどね、この代名詞で置き換え、ね、代名詞で置き換え、さあ、特に複数、三人称、全員なんていうんで置いてみようっていうところでしたね。はい、ということでした。では、また。